はい、どうも、渡辺直美です。今日は私の一週間コーデを皆さんに披露したいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。よろしくどうぞ。東京 to New York。ということで、まずは東京ですね。やっぱり東京といえば一本下駄じゃないですか。私だけ見てください、この一本下駄、立派な一本下駄。これ持ってきましたから、ニューヨークにわざわざね。でもやっぱりさ、かっこよくない？この一本下駄と、そしてこのジャケット、これかっこいいよね。ちょっとこの刺繍を入れたもの、これが東京スタイルです。続いてはニューヨークスタイルに行きたいと思います。来ました、ニューヨークスタイルです。ちなみにこのジャケットはケイタ丸山でございます。日本のブランドです。数年前に買いました。かわいい、いいよ、よいしょ、あ、よいしょ、よいしょ。 This is New Yorker right? Skateboard Nets cap and Beyonce Jay-Z。このピンバッジはニューヨークに来た時に、あのニューヨークでメイクしてもらったことがあるアンっていうメイクアップアーティストの方が Welcome to New York ということで、私にあのプレゼントしてくれたピンバッジです。ブラックコーデみたいな、ワントーンコーデだけどちょっと遊び心があるみたいなのがニューヨーカーっぽいかなと思って、こんな感じにしてみました。で、靴が、東京のブランドですね、トーガのシューズです。Thank you so much. じゃん。こちらはアウトトゥーランチというテーマの格好です。このパンツはですね、私と友達のヨッピーがちょっと期間限定でやったブランド、テンっていうブランドなんですけど、その時に作った、デニムでございます。どうしてもね、あの自分であのかっこいいデニムを履きたいと思って作ったんですけども、ちょっとやっぱね、イケてるデニム、私たちみたいなお腹がブンって出てる、ちょっとプラスサイズの人ってデニムってかなりね、着こなすのが難しいんですよ。だけど、まあ、ちょっとね、あのお腹が出ててぽっちゃりしてる人でも、あのかっこよく尖ったパンツ履いてもらいたいな、デニム履いてもらいたいなと思って作ったデニムでございます。これあのニューヨークに来るようになってから、あのお腹出すようになった。ニューヨークパワーすごい。ほら、すっごいバランスいい。ちょっとほら、前髪の色とこのね、メガネというかサングラス、これでサングラス自体にもこれがついてんのよ。グッチのやつかわいいよね。リングもちょっと紫で合わせてみました。ほら、このわかる？で、やっぱさ、ランチとはいえみんなもご飯めちゃくちゃ食べるじゃん。だからこのゴムのね、ゴムをこのデニムにつけてるんですよ。だからランチにぴったり。靴はね、アグーのシューズなんですけども、これがお気に入り、もう超履きやすい。で、このパンツがね、ちょっと裾が長いんで、この厚底でちょっと履いて90年代スタイルにやってみました。それでは行ってきます。続いてのテーマはパワードレッシングです。まずさ、このジャケットかっこよくない？エリアっていうブランドなんですけど、見て、マジパワフル。長めのコートっていうかジャケットだと、私たちみたいなあのぽっちゃり系は結構ダボってなっちゃうんだけど、これはもう肩で胸ギュッてなって、ウエストギュッなってるけど、ここがさ、ポコってさ、こうお尻のところがポコってなってるから、ちゃんとなんていうの、こう動きがしっかり洋服にあるから、キュッキュッキュッに見えるんだよね。だからすごいスタイルよく着れるでしょう。で、これの一番のポイント、背中が、ガン開きでございます。どうする、恥ずかしい、見ないで、ね、見てほしくない、恥ずかしい。そう、背中がね、ガン開きだから、前からも強め、そして後ろから見ても強め、これがいいよね。で、バッグ超ちっちゃいっていう。これはクロプニーです。すっごいタイニーバッグ。So tiny.
まあ、中はブラック のコーディネートで合わせてみました。で、このパンツはスリーパーでございます。かっこいいよね、やっぱ動きがあると。このシューズは、ノドリトーっていうあのシューズでございます。ヒールなんだけど履きやすいです。で、このインナーのやつはアーバンアウトフィッターズです。こういうやつはやっぱりね、アーバンとかでいっぱい買ったりとかします。インナー系は This is so New Yorker, right? これぞパワフル Sleeper Let's go。 忘れられない第一印象を与えるコーディネートで登場いたしました。可愛くない？ね、この登場したらさ、え、誰ってなるよね。一生忘れないでしょ。この帽子、これニューヨークで買ったんだけど、バキュラーっていうね、ブランドなんだけど、私も大好きなのよ。このドレスも大好きなんだけど、この帽子見て、後ろでこうやって歩いてたら、え、なんだろうあれって思うよね。あのピンクの塊なんだろうみたいな。これね、なんかニューヨークのお店で買ったんだけど、さすがニューヨークこんなもの売ってるんだと思って買ったのね。そしたら店員さんに、この帽子を買ってる人初めて見たって言われたんだよね。え？みたいな。え、ニューヨークでもそんな売れ残ってた帽子なんと思ったけど、でもこれで街歩いたらもうすごい、もう全員見てくるし、みんな話しかけてくる。あんたのその帽子いいねみたいな。で、これは、まあ、普通にね、こうやって垂らすこともできるし、上でこうやって縛ってね、リボン結びにしたりとか、あとはここの顎の下で縛ったりとかって結構使えるんですよ。なので、この帽子とこのワンピース、レイジオフのワンピースと合わせました。もうレイジの服ばっかり着てます。そして、足元はちょっとカジュアルにドクターマーチンのピンクのブーツにしました。可愛くない？どうでしょう？このワンピースだけでもいいの、全然。ワンピースだけだと、まあ、普通に可愛いねなんだけど、この帽子をかぶることによってもう忘れられない第一印象を与えることができると思います。さあ、続いてのテーマはディナーデートでございます。ディナーって言ってるのにすっごいスカイブルー、昼間可愛くないですか？もう全身雲で行きます、はい、空ってほら世界中同じ空じゃないですか。だからあなたと私はつながってるのよっていうことをアピールするための洋服です。ワンピースはデリアスというあのブランドでございます。90年代にもう本当に大人気だったブランドが今また人気になっているということで、デリアスのスカイブルーなワンピースで今回はコーディネートしてみました。そしてバッグはちょっとコンパクトなんだけども、だけどパンチのあるデザインのグッチのバッグをチョイスしました。かわいいよね。やっぱデートはさ、もういろんなもの詰め込むから小さすぎるとあんま良くないのよ。これぐらいの大きさでもバチ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 いろんなものをぶち込んでいろんな準備をしたいんですね。で、シューズ見てください。これはね、完全にクマをイメージしてますね。で、首のネックレス見てください。ヘブンって書いてあるんです。Heaven. 例えばデート中いい感じになったら Do you wanna go to heaven with me? Oh, okay. Let's get started. このピアスね、バラのピアス、私も大好きなブランドで、日本にあるパメオポーズっていうブランドなんだけど、もうね、お洋服も超可愛い。お洋服も可愛いんだけど、またピアスがとんでもなく可愛いのよ。私のディナーデートはもうバチバチにかますというコーディネートでございました。行ってきます。ハウスパーティーに行くナオミでございます。シャツ、そしてこのワンピース、どちらもレイジオフの作品でございます。なんかちょっとね、最近こういうワンピースにハマってるんですよ。このワンピースの上から羽織るっていうスタイルにちょっと今ハマってて、楽なんですよね。暑い時も脱げるし、すぐカジュアルだし、でもちゃんとちょっとこうおめかししてきましたみたいな感じで、指輪とかもいっぱいつけていく感じのハウスパーティースタイルです。ちなみにこの、あ飲んでるアイスティー全部こぼしたんですよ。その後ここにめっちゃついてたわね、恥ずかしいねえ。まあでもこれもね、
洋服のシミっていうのもやっぱ生きてきた歴史がね名を刻んでいるという証拠ですから、靴はロエベの靴でございます。かかとつぶす系の靴ですな。かわいい厚底がやっぱり好きなんですよ私もともと。なのでちょっと厚底だけど履きやすい、だけどかっちりしてるっていう素晴らしい靴でございます。帽子は GCDS です。これは何年前に買っただろう、1年半ぐらい前かな、のあのエコファーの帽子なんですけど、これびっくりこきまろ、1年中かぶってる、冬だけじゃないよ、夏もかぶってるし、すんごいお気に入りで、もう内側茶色くなっちゃってる、もうファンデーションとかつきまくって、もう本当に大事にしている帽子でございます。それと組み合わせて今日はコーディネートしてみました。続いてはこれぞ渡辺直美というファッションコーディネートさせていただきました。かわいいでしょ。これはねニューヨークで買いました、私が大好きなバキューラのドレスとヘアアクセサリーです。びっくりしてるんですよ今、こんなドレスすごくないみたいな、私も正直びっくりしてる。今まであのドレスとかを買ったりとかしてなかったのよ。でもニューヨークに来たらパーティーが多いよと、ニューヨークはパーティーがすごい多いからドレス何着か持っといた方がいいかもねって言って探して見つけたのがバキューラのこのドレス、超かわいい、これぞ渡辺直美って感じですね。このリボンはお店で買って、でこのドレスはもうネットで買いました。サイズもぴったり、 MY プロジェクトとメリッサのコラボレーションのシューズです。ネックレスはミラモアのネックレスです。いろんなカラフルな色が入ってるんで、どんな服にも合わせやすいし、主張があるんだけどありすぎない感じだからすっごいいいよね。はいハイボーグ、皆さん動画見てくださってありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。そして他の動画にも面白いコンテンツがいっぱいあるからぜひ見てってね。それではさよなら、ブー。